シルバートタウンを中心に広がるローリンズ平原一帯には退路を閉ざされ孤立した友軍の大規模部隊が籠城、敵に包囲されたまま全滅の危機に瀕している。敵は変電施設を中心に360度方向から友軍を包囲、友軍の防衛線に対し熾烈な攻撃を続けている。籠城する友軍部隊との合流が実現すれば、我々にとり多大な戦力強化となる。諸君らの任務は敵に包囲された友軍部隊を救出し、ローリンズ平原一帯に広がるエストバキア軍を殲滅することにある。一刻を争う状況だ。直ちに出撃せよ。タリズマ、どの機体にすればいい？装備はどうする？この編成で出撃だな。ガリューダ隊、出撃。
ストラキアは滑走路を奪うつもりだ。
弾道部隊脅威レベル約 20%。 世界最高の探査手があるまで踊り続けろ。よく当てた。ボックス照射を受けている。スロバキアに包囲されていた部隊を解放、敵は壊滅し作戦は成功に終わった。解放した友軍部隊は我々と合流、空と陸におき大きな兵備増強となった。この戦力のもと我々エメリア共和国軍はさらなる投進を続け、国土奪還及びエストバキア連邦討伐を遂行する。グレースメリアへの道は開かれた。全パイロットの健闘を祈る。痩せっぽじめ、俺たちはこんな連中に負ける気がしない。もう十分だ、連れて行け。月並みな挨拶だが一言言わせてもらうぜ。天使とダンスでもしてやがれ。来い。だがお前らにできるのはスローテンポのバーサマダンスっきりだ。今度の捕虜たちはどこか前とは違い、筋金が入っているような気がする。自信に満ちているのだ。どうやら一人の戦闘機パイロットの存在が彼らの背骨をシャキッとさせているらしいことに私は気づいた。彼は包囲され籠城する味方を助けた。自身に降りかかる困難を乗り越えた上で。天使とダンスでもしてな。まったく、こいつもか。